王国ブラジルが4敗目、本戦出場大ピンチ。ブラジル代表がパラグアイ代表の前に無得点で敗戦。ダブル敗、南米予選8試合で4敗目。エンドリッキ先発抜擢も前半のみで交代。パラグアイ1例ブラジル。本戦出場は6位まで。7位はプレイオフに進出する。4位から8位まで勝ち点差2となっており、まさかの苦戦を強いられている。予選敗退したらシャレにならんて。冗談抜きで誰か殺されるぞ。見てて辛くなるくらい弱かった王国崩壊やわ、なんやねんこれ。ブラジル派手にヤバいのか？若いエンドリッキに託さざるを得ない事情を見るとね。さすがにパラグアイ相手に負けるのは草も生えんぞ、弱すぎる。ずっと何がどうなってるんだ今のセレソンは。監督が大問題、歴代1位でクソ代表恥。マジで弱くなったな。2014ブラジルはネイマール任せ。そこからブンガで不発。チッチは欧州の真似事で南米では無双したものの、本番では不完全燃焼。今では南米ですら勝てなくなったブラジル。今ブラジルと試合したら絶対勝てる。なんなら2018ワールドカップでベルギーに勝ってたらブラジルにも勝ててたと思う。ブラジル代表はどんどん弱体化してるよね。やっぱビニシウス、エンドリッキ、ロドリゴだときついな。ネイマールがいないとダメなのか。